さあ、早々と5号艇の西島回り込んで、1号艇コース争い、インコースは1号艇の角浦が枠主張、そして5号艇の西島と、インコース、2コースが深くなりそうです。さあ、今回の第46回さざ波賞は5日間のラスト、これより注目のシリーズ最終決戦の優勝戦、インコース1号艇の角浦優勢、デビュー3度目の優出、初V に王手をかけましたが深インとどうやらなります。そして5号艇の西島よしのり2コースから、こちらも深く3000勝達成、99回目の V になるか。3コースゆっくりとセンターに2号艇の東口明、こちらはデビュー2度目の優出で初 V になるかです。1号2、そして3号艇の高橋龍也、琵琶湖連続 V になるか。4号艇の山崎軍、2場所連続優勝なるか。そして6号艇の武田和也、高モーターの一発で琵琶湖 V2 なるか。1号2スローの346ダッシュ、インコース2コース深め、2対1対3の形。さあ、今大会は予想外のメンバー構成のファイナルで、波乱も同居のナンバーワン決戦、大いに注目の優勝戦、2対1対3で前提が進入してまいります。インコースから1番5番2番3番4番6番、まもなくスタート。1秒、今スタートしていきました。さあ、スリットはダッシュ勢から3号艇、4号艇、4コース、5コースが出ていった。1マーク、4角から絞っていって、まずまくっていった3号艇の高橋龍也、高橋のまくりが決まった。後方から4号艇の山崎軍、あとは1番5番6番2番バックスリッチャー、3号艇の高橋、琵琶湖連続 V へと向かって3号艇の高橋が先頭、そして2番手4号艇の山崎軍、あとは1号艇5号艇、そして6番2番、なおスタートは正常でした。ラインタンマークトップでまくった3号艇の高橋、2番手で4号艇の山崎軍とダッシュ両立。後方3バッタラスは5号艇と1号艇と6号艇、この辺りが接戦状態となっています。さあ、ファイナルの優勝戦は好スタートを決めた4コース5コースの3号艇4号艇で一発決まって、2周目で出したマークは先頭艇3号艇の高橋龍也、2番手が4号艇の山崎軍、3番手5号艇いった懐1号艇の角浦ですが、さばいて1号艇の角浦が人気の中心が3番手、デビュー初優勝ならずの上位が3、4、1、あとは5号艇6号艇2号艇の順となっています。前提が2周目で出したマーク、先頭はどんどんと抜け出して3号艇の高橋龍也、ここ一番見事な一発、2番手で4号艇の山崎軍、3番手は現在1号艇の角浦が競り勝っていまして、3、4、1で5、6、2で前提が最終周回へと入ります。さあ、ラスト1周となっていまして、先頭には3号艇の高橋龍也、ここは4角からの見事な角まくり、2番手が4号艇の山崎軍、現在も3番手は1号艇の角浦優勢、上位が3、4、1で固まってまいりました。3号艇の高橋龍也、今年初優勝、琵琶湖は2回目、通算では4回目、見事ここ一番一発決めて琵琶湖連続優勝、今回の名物シリーズのさざ波賞を制するのはファイナルでカードまくりを決めた3号艇の高橋龍也、2番手4号艇、3番手1号艇で間もなくゴール、優勝3号艇高橋龍也ゴールイン、4番ゴールイン、1番ゴールイン、5番ゴールイン、6番2番ゴールイン、以上第12レースの優勝戦でした。夏真っ盛り、ビールの美味しいこの時期に黒星を飲み干し、そして赤星よりも光り輝く最後の白星をつかみ取るのは果たして誰でしょうか。コクと切れ味抜群の6選手が登場です。 G3 札幌ビールカップ6日間戦いのフィナーレ、12レース優勝戦が始まります。この時間帯も水面上吹く追い風は止むことなく 3、4メートル前後のコンディションです。気温32度まで上がっている灼熱の下での戦いです。さて、ピット離れ確定互角、コース動きはありません。枠番通りの作戦待機行動です。ただ一人光り輝く安定感はオール3連隊、500勝にリーチがかかる1コース1番の佐藤博明、この大舞台で500勝と、そして優勝の祝杯を挙げることができるでしょうか。
先ほどの11レースは師匠大岡雄心から白星のエールは2コース2番の豊田健志郎、今年 V7 へのチャレンジ、久々の徳山でもその調整手腕はさすがの一言、3コース3番の杉山博成、昨日の授乳のリベンジなるか、4コース門市4番の上条義継、ベテランが2人外枠、5コース5番の山市哲也、徳山約10年ぶりの優勝へ6番の福田正和、6コース丸くなるな星になれ、優勝戦新入院から1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。インから1番おー佐藤博明、0台前半鋭くいったゾーンに入ってるぞ。さあそのまま一目散に逃げ展開の一周一マーク、内をシャープに刺す指定の絆だ豊田健志郎、スパッと差し切る、師匠からもらった無言の白星のエール、弟子がつないだ豊田健志郎の人差し、スタートは前提正常でした。差し切る豊田先頭、1番佐藤が2番手で追随、4番上条が内から迫りくる、2番手争いは2マーク、トップで帰ってくるのは2番の豊田健志郎、2番手1番の佐藤は流れて合わされた、4番上条が2番手に上がって、さらにその後ろから3番の杉山博成が前に出てきました。3番手2周目に入っています。先頭2番の豊田健志郎から2周1マークの旋回、2番手は4番の上条義継、3番手内からやってくる6番の福田、外を回る3番の杉山、差して応戦は1番の佐藤、3番手争いは1番の佐藤か3番の杉山か、愛知勢のせめぎ合いです。2周2マークへ向かっていきます。先頭2番の豊田健志郎、2番手4番の上条義継、両者は抜き出して問題3番手2周2マーク、内側から先手打つ1番の佐藤、外から3番の杉山博成、2人のつばぜり合いがまだ続きますが、外を回った分わずかにまた3番杉山前に出るか、レースは最終周回に入っています。今年はさらにさらに光り輝く勝負強さ、先頭2番の豊田健志郎最後の1マークトップでクリア、2番手4番の上条、3番手3番の杉山、1番の佐藤離された4番手、6番福田5番手、5番山市最後方、ラストターンマークへ向かっていきます。今年これで7回目、通算では22回目、徳山初 VA、 先頭は2番の豊田健志郎、2番手4番の上条義継、最後の2マーク愛知勢の3番手争いは3番の杉山に軍配が上がって、1番佐藤は4番手、優勝戦まもなくゴール、弟子も見せる、2番豊田優勝ゴール、4番上条ゴール、3番1番の順でゴール、6番福田ゴール、5番山市ゴール。7月ラストのボートレース、鳴門渦潮歌手高瀬豊子杯最終日第12レース、新入から注目の優勝戦の開始です。対戦メンバーは1号艇岩瀬裕介、2号艇柳沢はじめ、3号艇中口博孝、4号艇入見慶、5号艇村岡健と6号艇沖津愛、以上6選手の対戦です。第12レース優勝戦どうでしょうか。4号艇入見がボートを引きそうな雰囲気、まずはインコース1号艇岩瀬裕介、7月3場所連続優勝を当地初優出初優勝で決めるか、2コース2号艇柳沢はじめ、今年3回目の優勝当地初 V で決めるか、3コースは3号艇中口博孝、昨日連勝で師匠大島和也さんの通算勝利数に並びました、優勝で師匠の記録を超えるか、4コース5号艇村岡健と5コース地元6号艇沖津愛、一定ボートを引いて4号艇入見慶、大外6コースです。本番では5対1、第12レース優勝戦スタートまで残り10秒です。インコースから1番2番3番5番6番ダッシュ4番です。
スタートしました。優勝戦インカレ1号艇の岩瀬、2コース2号艇柳沢、4コース5号艇村岡あたりも好スタート。6コースからは4号艇のイルミを仕掛ける、逃げる1号艇岩瀬、まくる4号艇イルミ、さして2号艇の柳沢でしたが、堂々押し切った1号艇岩瀬雄介先頭、まくり迫った4号艇イルミ2番手、3番手は2号艇の柳沢、後方6号艇沖津、5号艇村岡、3号艇 中口、スタートは前提正常でした。1号艇岩瀬トップ、2番手内を回って2号艇柳沢、外回って4号艇のイルミ、イルミが単独2番手、3番手は2号艇柳沢、4番手から6号艇の沖津、上位の体勢1、4、2、後ろは6号艇沖津、3号艇中口、5号艇村岡、2周1マークです。1号艇岩瀬雄介先頭で2周1マーク、2番手は4号艇イルミ、3番手は2号艇の柳沢、上位の体勢1、4、2、4番手以降は6号艇沖津、5号艇村岡、3号艇中内、わずかに最後方で西2マークの旋回。1号艇岩瀬雄介先頭でこれから西2マーク、2番手は4号艇イルミッケ、3番手は2号艇の柳沢、内を回って定冠詰めようと6号艇沖津ですが、上位変わらず1、4、2、優勝戦最終周回です。プレッシャーなんのそのインから0台中盤トップスタートを仕切った1号艇岩瀬雄介先頭、6コースからまくって見せ場作った4号艇イルミでしたが2番手、3番手は2号艇の柳沢、上位1、4、2、優勝戦最終ターンマークに向かいます。3連単1、4、2ですと 10.7 倍です。通算では32回目、今年4回目、7月3節すべて優勝ということになります。1号艇岩瀬雄介先頭で最後の直線、4号艇イルミ2番手、3番手は2号艇柳沢、上位1、4、2、優勝1号艇岩瀬雄介ゴリ、2番手4番イルミゴリ、3番手2番柳沢ゴリ、後ろ3番中口、6番沖津、5番村岡ゴリ。